360度カメラであれば、1本の動画から複数の動画を作ることができちゃうんです。作り出すこともできますし、はい、そうしましたら今ここに、皆さんこんにちは、アットナオチャンネルのナオです。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はインスタ360スタジオを使って1本の動画からですね、複数の動画を作成してそれを接続していくという編集方法について解説をしていきたいと思います。先日投稿させていただいたカット編集ですね、それは1本の動画を、切ってですね、こう分割していっていらない部分を削除して、でこういる部分だけをこうつなげてね、作っていったんですけれども、今回は1本の動画から複数の動画を作成して、でその複数の動画をつなげていくということをやってみたいと思います。でおそらく360度動画とか、360度カメラに触れたことがない方は、1本の動画から複数の動画を作るってどういうことなんだろうって思われる方もいらっしゃると思いますので、そのあたりもね、ちょっと軽く解説をしまして、あとは実際のね、動画編集ソフト、インスタ360スタジオ、今回ね非常に大きなアップデートをして、動画編集に関しても非常にね大きな進化を遂げたんですけれども、じゃあ一般の動画編集ソフトと比べたらどういうところがまだできないのかな、まだ追いついてないのかな、みたいなところはちょっとお話ししたいと思います。ですので、その2点ですね、その2点をメインに今日はちょっとお話ししていきたいと思いますので、最後までご覧いただければありがたいです。それでは動画スタートです。はい、それではインスタ360スタジオを使って1本の動画から複数の動画を作成してプロジェクトの方で編集をしていくというやり方について解説をしていきたいと思います。はい、今こちらはですね、桜の木がこう茂っている公園の動画なんですけれども、360度動画とか360度カメラに触れたことがないよっていう方はですね、1本の動画から複数の動画を作るってどういうことなんだろうって思われるかもしれないので、ちょっとそのあたりについてね、軽く解説をしておきます。今こちらは360度動画になっております。今止まってますので静止画みたいに見えますけれども、これ動かすとこのようにですね、でこの360度すべて撮れているということなんですね。これは実際に撮影している時に別にカメラを回しているわけじゃなくて、カメラは一定の位置でずっと構えてるんですけれども、こんな感じですね。私が持って自撮り棒の上に 1X2 をつけて構えてるんですけれども、ただそれだけでずっと動画を撮っていると、もう360度すべて撮れているという特徴があります。ですので皆さんが普通のパソコンだとか、スマホなどで動画を見る場合にはですね、この360度動画ではなくてリフレームという編集を行わなければならないんですね。リフレームというのは何なのかって言いますと、自分の好きなフレームを選んでいくという、簡単に言えばそんな感じです。例えば今桜が右側にありますけれども、この桜を正面に見た感じでこのまま動いていく、こんな感じですね。このようなフレームを作り出すこともできますし、もちろん後ろ向きに向いてこの桜ですね、この桜をずっと見る、はい、こんな感じですね。こんな感じで映像を作ることももちろんできます。もちろん一定の方向だけではなくてね、リフレーム編集を行えばいろんな角度に対して自分の好きな方向を向いてですね、映像を作っていくことができます。ですのでこの1本の動画から複数の動画が作成できるということになるわけです。さらにちょっと詳しく話をしていきますと、こちらはインスタ360スタジオのメディアの項目なんですけれども、これは以前のインスタ360スタジオと同じ、場面というか同じ画面ですよね。でこちら右側のこのこちらですね、上から 1,2,3,4,5 番目、プロジェクトファイル管理というところをクリックしていただきますと、プロジェクト管理と出てきまして、1,2,3,4
まあ、5というふうに並んでおります。これちょっと見ていただきますと、1本目、はい、こんな感じですね。このように前と書いてありますけども、私の進行方向に向かっている動画ですね。これ10秒ほどの動画なんですけども、こういう動画を作っております。はい。そして2番目。今度は同じシーンなんですけれども、左側を向いている映像ですね。これを編集しました。そして今度プロジェクト管理の3ですね。今度は後ろを向いている、先ほどのシーンと全く同じなんですけれども、後ろを向いている映像、これも10秒書き出しました。はい。で、こちらですね。そして最後は右側を向いている映像ですね。こちらをこのように、やはり10秒こう切り取りましたという形ですね。で、最後、5番目はもうこれはね、まっさらな状態ということになるんですけれども、ですので、先ほど言ったように、このインスタ360スタジオのメディア画面を使えばですね、プロジェクト管理を駆使することで、1,2,3,4、まあもっと動画を作れますけれども、このように動画を作成することができます。この作成の仕方はですね、以前の私の動画をご覧いただければ、使い方など詳しく解説しておりますので、そちらの方をご覧いただきたいんですけれども、まずはここでいくつか動画を作りましたよという状況になっております。そうしましたらこちらから今度はプロジェクトの方に飛んでいきたいと思います。はい、プロジェクトでまた新しいねプロジェクトを作りまして、じゃあ今度はテスト B にしておきます。 B というふうにしておきます。で、プロ棋士も480というふうに入れておきます。はい、はい、そうしましたら今ここにねテンポラリーメディアのところに動画が1本入っております。で、こちらは先ほどメディアですね、こちらのメディア項目にあったこの動画がこのプロジェクトの方にも引き継がれているという状況ですね。で、これをですね、どういうふうにするかって言いますと、こちら、情報設定領域の方を見ていただきたいんですけれども、こちらですね、下の方に01前、02左側、03後ろ、04右側というふうに出ております。で、一番上がオリジナルクリップというふうになっております。これどういったものかって言いますと、このメディアですね、メディアの方で作成したこのプロジェクトの管理、こちらがそのままこのプロジェクトの項目ですね、こちらの方に反映されるということになります。ですので、前回の動画でも言ったんですけれども、このメディア項目、何のためにあるのかっていうところなんですけれども、以前ね、プロジェクトの方でカット編集を行った場合は、プロジェクトで最初から最後まで行った方がいいですよってお話はさせていただいたんですけれども、メディアの方もこういった使い方では大活躍しますよっていうふうにちょっとお話はさせていただいてたと思います。ですので、今回は、メディアの方からまずこういったね動画を複数作って、こちらのプロジェクトに飛びまして、例えば今ここ01前がちょっと反転してますよね、黒グレーっぽく。そうしますとこれをここに入れますと、このようにですね、前の方を向いた状態で1本動画が入っております。はい、で続いてですね、今度はまたこちらをクリックして、そうしたら今度この02左側というのをクリックしてください。はい、そうしますとまたグレーに反転しております。今度はじゃあこれをじゃあここですね、タイムラインに追加で入れてみます。はい、入れました。そうするとこれは正面ですね。次これ左側を見ている映像が入りました。こんな感じでね、はい、入りました。続いてまたこちらをクリックして、今度は03後ろですね、これをクリックしますとやはりグレーに反転しますので、
こちらクリップ追加して、今度は後ろ向きですね、このように後ろを向いている状態ですね、後ろ、自分の後ろを映している状態の映像になりましたということです。はい、まあ、あとはこれをね続けていけばいいという形ですね。こんな感じで、じゃあ最後右側ですね、これをクリックしたら、はい、こんな感じで右側を見ているという状況になりました。はい、ですのでここで今4つの動画がここにタイムライン上に入ったということですね。これは先ほどから言ってますけれども、同じシーンです。私が同じところを歩いてる、全く同じシーンなんですけども、前を向いているカット、そして今度は左側を向いているカット、そして今度は後ろ側を向いているカット、次に右側を向いているカットというふうに、4つのクリップを使って4方向のカットを作っているわけですね。こんな形で、まあ、プロジェクトの方で編集ができるというところです。ですので、例えばここでですね、皆さんがテキストを入れたい場合にはテキストを入れてあげて、今度はこちらからですね、はい、テキスト入れます。これを少し伸ばしてあげて、はい、これは、まあ、今はちょっとね適当にやっちゃいますけども、これは前方ですので、こんな感じでね、で位置はこれで動かしてあげて、あ、ごめんなさい、これで動かしてあげて、はい、こんな感じで前方とできました。次にまたこのクリップを合わせて、はい、こんな感じで、ここですね、今度またここに出てきましたので左側ですねと入れまして、これを、はい、こんな感じで写しました。はい、このようにして前方左側みたいな形にもできますし、でもちろん以前お話ししましたように色もね変更できますので、色を変更していただいたり、まあ、文字をねもうちょっと小さくしたいなっていうんであれば、少し小さくして大きくしたり小さくしたりもできます。こんな感じでね、はい、ちょっと見てみますね。これで前方行きました、そして今度左側行きました、後方行きました、で最後ここですね、今度は右側ですね。じゃあこちらにもちょっと右側って入れときましょうか。はい、こちらにもじゃあ右側ですね。はい、こんな感じで文字を入れて、ちょっと見にくいので、じゃあここにピンク、はい、こんな感じですね。はい、これをじゃあちょっと再生してみます。はい、こんな感じですね。はい、このように、まあ、前方からずっと来て左側、後方、右側という風な動画を作成することができました。まあ、これを使うことによってね、もちろん違う場所でも全くいいんですけれども、いろんなリフレーム動画をこちらにつなげることによって、皆さんの好みのね、映像を作ることができるということになるんですね。もちろん音楽もここに入れられます。こちらですね、音楽入れることはできます。ただし、まあ以前もお話しましたけれども、ここの音楽を使ってしまうと私の動画がちょっと収益化できなくなってしまうので、これはもう私の都合なんですけれども、こちらの方ですね、私が使っているパワーディレクターの音楽をこちらに入れていきます。はい、こんな感じですね。でこちらでですね、分割をして不要な部分は切りますといった感じですね。はい、これで1本動画が作成することができましたということです。あとはもう好みに応じてこういったトランジションですね、こんな感じのトランジションをこうやって入れてあげるとか、こういう感じですね。
はい、細かい部分は、まあ、前回のね動画をご覧いただければ、トランジションだとか、あとはまあ音量の調節ですね、こういったところは出てくると思いますんで、今日は割愛させていただくんですけれども、実際にこういった動画が作れますよということになるんですね。はい、ただしちょっとこちらの動画をご覧ください。今ご覧いただいた動画はですね、まず1番目がインスタ360スタジオで作った先ほど編集していた動画ですね、そのままご覧いただきました。そして2番目にご覧いただいた動画は、私が使っているパワーディレクターという動画編集ソフトで同じクリップを使って編集したものとなります。これ見ていただいてもう全く違うのはわかると思うんですけれども、これはどういった理由でそうなってしまうのかっていうところをちょっとね軽く解説したいと思います。今ご覧いただいているのは先ほどのねプロジェクトの画面なんですけれども、こちらですね、このタイムラインをちょっと注目していただきたいんですけれども、このタイムラインですね、ちょっと広くなるんですね。狭くなったり広くなったりはできるんですけれども、こちらタイムラインの中に例えばテキスト、あとはこの動画ですね、そしてこちらの音楽 BGM、 これ1本ずつしか今のところできないんですね。ですので先ほどご覧いただいたみたいな1画面を4分割にするとか2分割にするとか、そういったことができないんですね。このクリップを横に並べることはできるんですけれども、同一タイムライン上に例えば複数並べることが今のところできないといった感じになります。はい、対してこういった動画編集ソフトでは基本的に今ご覧いただいているように同一タイムライン上に複数のクリップですね、これも先ほどの動画と全く同じものなんですけれども、このようにここでは4つ同じタイムライン上に動画が並べてあります。ですので先ほど見ていただいたように、同じ1画面で4分割するような動画ができるということになるんですね。でこれはですね、おそらく例えばバイクに乗ってらっしゃる方、自転車に乗ってらっしゃる方、あと登山なんかもそうなのかな、例えば前方のフレームと後方のフレームを1画面でこう上と下でね分けてこう並べたいよとかっていう動画を作ったりすると思うんですけども、そういったことは結局今のところは動画編集ソフトでなければできないということなんですね。もちろんこれはこの下の方にですね、テキストも4つ並んでおります。ですのでテキストでも映像でも、まあ音楽でもね、音声でも全部こう同一タイムライン上に複数並べられるというメリットがあります。はい、さらに戻ってこちらですね、インスタ360スタジオのプロジェクトの方を見ていただくとまたよくわかると思うんですけれども、こちらのタイムラインには一つのタイムラインといいますか、一つの時間帯に1本しか動画を入れることができないんですね。テキストももちろんそうですし、音楽ももちろんそうです。同じ時間帯には1本ずつのクリップしか入れられないので、結局横に並べるしかないという形になってしまうんですね。ですので例えば360度映像から複数のリフレーム映像を作り出すことはもちろんできます。そしてその複数のリフレーム映像を使ってプロジェクトの方で編集していくというのはできるんですけれども、今のところはまだね、同一タイムライン上、要は同一時間帯って言ったらいいんですかね、同じタイムラインのところに複数のクリップを縦に並べることができないので、ちょっとそこら辺がね不便かなというところになると思います。
はい、本日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、インスタ360スタジオはですね、非常に大きな進化を遂げて、まあ、前回ね投稿させていただいた、まあ、カット編集だとか、まあ、今日ね解説させていただいた、まあ、こう複数の動画を作ってそれをつなぎ合わせる編集なんかね、今までは全くできなかったですよね。今まではもう基本リフレームをして、でその書き出しをした後に動画編集ソフトに入れてテキストを入れるとか、まあ、音楽を入れるとか、あとは他の動画と合わせるとかね、そんな形でしかできなかったものが、もしかしたらこうものによってはね、インスタ360スタジオ内だけで全部完結してしまうという、この手軽さっていうのは非常にありがたいと個人的には思いました。はい、私としては、まあ、例えば先日発売された X4、まあ、X4 の発売によってちょっと安くなってる X3 ですね。そして、まあ、1X2 もちょっと古いですけども、まだまだ使える機種だと思います。なそんな形でですね、どん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 ハードウェア、カメラ自体は進化してってるんですけれども、やっぱそれに伴ってソフトウェアがすごく進化していってるってことは非常にいいことだなって思っております。やっぱりインスタ360の360度カメラのように、一般のカメラとはちょっと違うね、まあ、いい意味でも悪い意味でも癖があるカメラですと、やはりですね、一般のソフトだとなんか360度が読み込めないとかね、そういったことも出てくる場合もありますので、やはりアプリだとかスタジオの存在っていうのはね、ものすごく大きなものじゃないかなと思っております。それによってね、360度カメラって面白いなっていうふうに思っていただけたらいいなと思っております。はい、それでは次の動画まで失礼いたします。